はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日は新パック一発目の動画ということで、一発目はですね、ネオスペーシアングランモールっていうね、この鬼畜モグラと言われている、まあ、そしてクソモグラと言われている、この最強モンスターをご紹介していきたいと思います。ちなみに今回診断開封放送とか、診断予習放送ができなくて、本当に申し訳ございません。私今、新居に引っ越したサブチャンネルをね、ご覧いただいた方は分かると思うんですけども、新居に引っ越したんですが、ちょっとネット工事の日程を調整、失敗しておりまして、今現在 YMAX とかでやってるんですね。動画の投稿とかを、レンタル YMAX とかでやってるんですけども、生放送をこの間テストでやってみたんですが、とてもじゃないけどね、生放送できるような回線速度じゃなかったんですよ。で、一応動画はアップロードギリギリできるんですけども、この動画も多分ですね、10分とか15分とかの動画、マジで5時間とか6時間とか、長いと8時間ぐらいかかるんですよ。アップロードするのに。終わりです。もう YouTuber としては終わりなんですけども、なんとかね、頑張ってやっていこうと思うんで、ぜひ皆さんね、見ていただければなというふうに思っておりますが、ちょっと生放送とかはだから難しいです、やるのは。動画投稿だけ頑張ります、なんとか。で、今回のデッキはちょっと関係ない話を置いといて、今回のデッキはこのネオスペーシアングランモールっていうモンスターと、あとこいつを融合体にしたね、グランネオスっていうモンスターがいるんですけど、この2体が主役ですね。まあ、他のギミック的にはネオスフュージョンとマスクチェンジを入れたヒーローデッキなんですけども、このグランモールがね、どういうことを持ってるかっていうね、これめっちゃ強いんですよね。このカードが相手モンスターと戦闘を行うダメージステップ開始時、その相手モンスターとこのカードを持ち主の手札に戻すと。要はこれ対象を取んないバウンスを飛ばせると、戦闘を行うことによって。つまりですね、まあ、例えばもう今いませんけど、呼吸トスとかああいうのも戻せるんですよ。どんなモンスターでも戦闘さえ行えれば戻せます。はい、これが強いんですね。まあ、今で言うと流行ってるガイアとかは走破するガイア発動されても無理ですけど、基本的にどんなモンスターでも戻すことができる、このなんかクソ雑魚打点で相手の超強いモンスターを一時交換できるっていう性能を持ってるんですよ。めっちゃ強い。で、さらに、このモンスターを融合素材にしたこのグランネオスっていうのも強くて、これネオスをね、融合体に、指定している、まあ、コンタクト融合体ですね。ネオスとグランモールを、デッキに戻したらエクストラッカー特殊ができるし、あと、ネオスフュージョンでね、出すこともできるっていうモンスターなんですけど、これが、除去能力を持ってるんですよ。一ターンに一度、相手のフィールド上のモンスター一体を、バウンスできると。まあ、要は、グランモールの、なんかその、起動効果魔みたいなのを持って、しかもなんか自分は戻んないんで、強いんですけど、これがね、何が強いかっていうと、ネオスフュージョン1枚から出てくるっていう点がめっちゃ強いです。今まではネオスフュージョンで出してくるモンスターっていうのは、まあ、ネオス、ブレイブネオスとか、あとまあ、フレアネオスとかいろいろね、ネオスとついているモンスターって戦闘系の効果に特化してるんで、あんまり除去持ちっていうのがそんなにいないんですよ。そんなにたくさんはいないんですけども、レインボーネオスとか、まあ、グランネオスとかあたりだと思うんですけども、このグランネオスが来たと。これね、要はネオスフュージョン1枚でバウンス飛ばせるんで、ワンキルも取りやすいですし、破壊耐性あるモンスターとかもバウンスできますんで、めっちゃ強いと。で、グランネオスはコンタクト用体なんで、一応基本的には。なんで、エンドフェーズ時に持ち主のデッキに戻っちゃうよっていう効果を持ってるんですけど、これを新たな宇宙を発動することによって、ネオスペースをね、発動することによって、バウンスしなくても、デッキに戻んなくてもいいという、こういう、まあ、残業してくださいという、強制残業命令みたいなのが出せるんですよ。これが強いと。で、グランモールと、グランネオスを基本的に使っていくんですけど、これ最後まで迷ってるのはこれの枚数ね。これめっちゃ引くんですよね。俺なんか初手絶対ネオス引く病にかかってるんで、ネオス2枚とか3枚とか積むと絶対来ちゃうんですよね。もうなんで 100% の確率でなんかだから、まあ1枚にしてるんですよ今は。まあね、コンタクト融合なんで、ミラクルコンタクトで、こう、なんか2体目の、こっちとか出していったりできるんで、一応入れてるんですけども、そしてこの辺の枚数はね、迷ってる、今でも。まあちょっと2枚にしてもいいのかなと、ネオスフュージョンで2枚目のね、グランネオスとか出していけるんで。ただね、ちょっと入れすぎると事故るんでね、まあ難しいところですね。で、後のギミックはそんな変わってないんで、まあ対戦見ていただければわかるかなと思いますんで、早速ね、この鬼畜モグラ、そして鬼畜モグラ融合体のパワーをね、見せていきましょう、デュエル。スタンバイ。さあ、お相手の方、闇遊戯君、よろしくお願いします。ユーベルスタンバイ。ユーベルがいる。闇遊戯な、なんかデッキわかんねえな、23枚。ダイヤかな。ちょっとね、闇遊戯のね、
あのデッキ分かんなすぎ問題が発生。あ、サンダードラゴンか。なるほど、ディスティニードロー型サンダードラゴンですね多分ね。ユーゲくんのデッキマジでは。あ、てかあれじゃない、あのもうちょっとさ他のキャラクターにもさ、なんかディスティニードロー級のさ、ディスティニードローバリの最強スキル1個くれよな。闇遊戯の使用率えぐいことになってると思うんだけど、まあ、てかそもそも最近デュエルリンクスなんかスキルの修正がバンバンされましされてまして、なんか使うキャラクター限られすぎ問題も発生しますけどね。よし、正直モンスターを特殊召喚。俺使ってて思ったんだけどさ、あのさガイエのスキルとかあれやりすぎじゃない？あれ安定感半端じゃないんだけど。あんなのなんか許されていいんだったら他にもインゼクターとかにもああいうさ確定サーチスキルくれよ。全テーマに確定サーチスキルくれ。エアーマンを召喚していく。これはもう手札誘発ない読み、お祈りワンキルするしかないんじゃない。待っていたぜ。あ、なるほど、保存ストリークバウンサー止めていただける。なるほど、もうそこ止めていただけるの嬉しいけど。はいはい、でエアーマンで止められてく、まあ、そこ止められるのは結構嬉しい。で1700割に行ける。マスクチェンジだよ、マスクチェンジ発動。さあエレメンタルヒーローエアーマンを墓地の振り、マスクのヒーローブラストを特殊召喚。さあブラストの効果発動、相手のフィード上のモンスター一体の攻撃力を半分にする、半分マン。そしてネオスフュージョンの効果発動。そう、今まではブレイブネオスくらいしか出すものがいなかったが、ここにグランモールとの合体によりモグラと超融合、モグラと俺とモグラで超融合。そしてフォトンストリックバウンサーバウンス、これやね。これちょっと誘発あります、誘発ありますか、誘発ありますかと。なさそう。あ、勝ったか、ワンあるか、ベイルあるか、ここの獣の効果いいだろう。これがあの新しく手に入れた除去能力ですね、バウンスっていう。さあどうする、フリーボールはあるのか、闇遊戯くんあるのか。 100% 勝てるよう全力でデュエルをしてるだけだぜ。そう、俺はお前の手札誘発がないことを知っている。こんだけ貯めてお前クリボール投げたらぶん殴るぞマジで。おっしゃー、ネオスフュージョン1枚からバウンス飛ばせるって結構ぶっ壊れてるよね。リューマドーの守護者規制されてよかった。さあお相手の方全力でサメちゃん、サメちゃんか、まあ、サメちゃんはそんなにね苦手じゃないと思うね。あの破壊耐性一応あるんで、あのネオスフュージョンの効果でね、まあ一応ネクロバレー貼られるときついですけども、まあ、ネクロバレーなかったら結構あの深淵のなんだっけ、深淵に潜むのの重装兵巻き込まれてもそんなにねあの困りはしないかなっていう感じですね。グレイドルスライムジュニア、珍しいかも。使ってみよう、サイレントアンガー出た、あれか、宇宙最強生物、これシンクロ召喚するやつか。出た、久しぶりに見たね、このなんかあのグレイドルスライム、グレイドルドラゴン出てくるタイプのサメの領域。これな、昔めっちゃ気に入って使ってたんですよね。これ結構強いですよ、このデッキ結構強いです。何が強いってやっぱこのグレイドドラゴンが最強。行くぜ、なるほど、俺のターン、ドロー。まあでもあんなモンスターはね、あのあれ、あちらに破壊されると墓地から水属性モンスターを特殊召喚するよっていうあの効果を持ってるんですけど、グレイドドラゴンっていうのはバウンスに耐性はないんで。あとあのバックをまあどういう風に処理して、バウンスを通していこうかなっていう感じなんですけども、エアーマンからのマスクが一番良さそうかな。エアーマン召喚、まあ、エアーマンで相手のバック割りたいんだけど、これネオスフュージョンってなってるんでしょ。グランネオスで踏みに行くのがいいかな。難しいな、マスクはちょっとあれですね、あの温存してもいいかもしれないですね。ネオスフュージョン一応このネオスフュージョン1枚から除去飛ばせるんで、ここで様子見ることもできるんですよね。これこの新しい環境ではグランネオスをこう出していって、でグランネオスはその起動効果で相手のね、モンスターをバウンスすることができるんで、まあ、これは最悪戻ってもいいわ。
いやマスクが残ればまあ御の字かなといったところ、さあグランネオス効果通るか、おっと通るのか、おっと通ってしまうのか、おっとそれはそれはやっちまってんじゃないかい。さあ魔法トラップカードを破壊するという効果も通っていく。おおい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 、おー甘えてんなお前、甘えてんじゃねえかそれお前、終わりだ、攻撃だ、おい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 、そいつお前清掃くらい一回使えよ。さあお相手の方、おっとこれあれ10代 VS20 代対決じゃないか、なんか熱いな、10代 VS20 代。ちなみに覇王10代も来るらしいんでね、近日中にいつだっけ、4月のいつだったかに来るらしいんでね、これ10代と20代と覇王10代っていうのが10代3人衆がそんなにいるっていう、10代主人公言い過ぎだろっていう話なんですけど、そういう状態になるらしいですよ、デュエルリンクスもね。よかったらお知らせ見てください皆さんね。最近ねコメント欄でもよく見るんですけど、デュエルリンクスやってないですけど僕の動画だけ見てますみたいな方もね結構多いと思うんで、よかったらねちょっとお知らせ見てみてください。久しぶりにログインして覇王10代くん来るらしいんで、まあ、そこは皆さんさすがにゲットしましょう。こっちいな、まあでもさすがにそうかしょうがないか、まあ、マスク打ってきたらもうしょうがないわ、マスク打ってこられるとしょうがないけど、まあそうするしかない、なるほどな。でカード1枚セットいいだろう、かバトルだ、なんか似たようなデッキの匂いすんな、これ似たようなデッキの匂いするぞ、エアーマンで攻撃、なるほどエアーマンで攻撃、それはいいか、はい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 、エアーマンで攻撃はいい、でソリッドマンもいい、しょうがない、それはしょうがない、マスクで OK だろ、いやマスクチェンジマジで握ってたもん勝ちみたいなのがあるんでマスクをたくさん、ミラーはマスクをたくさん引いた方が勝つんで、はい、でエアーマン強いな、それずるいわ、それずるいわ、それずるいわ、やばっ、死ぬ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 、あで裏にするしかない、これでマスクチェンジ、どんだけ強い、行くぜ、行け、どんだけ、いやマスクは確かに必要だけれども、このご時世この令和になってマスクをいっぱい持ってることは結構必要ではあるけれども、にしてもマスク持ちすぎじゃないか、いやちょっと一回遅いな、これエアーマン召喚しても、モンスターを攻撃表示で召喚、いやこれ風男今さら感があるんだよな、これ今さらこんなモンスターにマスク打ったところでダイアンの守備3000が抜けないんだか、これ俺どうしたらいいんだこれ私はどうしたらいいんだ、しかもなんか残りライフ500になってるぞ、やばかないか、残りライフ500はなかなかやばいぞこれ、待てよ、ダイアンは2800、あーこれ殴り返されたら死ぬな、これこれあれか、これ助けると間違えたね、これ助けるとん、助けるとんセットしかこれ生き残る道なかったかもしれない、これ助けるとんセットして生き残る、いやーこれ厳しいな、これ厳しいな、いけモンスターで攻撃させるか、月の書だよね、分かってんだよ、分かってんだよ、これ結局さ分かったわ、結局このご時世マスクの枚数大事ってことですよね、つまり今日助けになるわ、出たで出た、強い強い強い、ヒーローは必ず強い、よっ、やっぱこのクソモグラって最強だな、